続いて山口先生の講演に入りたいと思います。講演のタイトルは最新の研究結果から知るタッチングの効果になります。よろしくお願いします。はい、改めまして皆さんこんにちは。はい、今日はですね、そういった私がやっているタッチの最新の研究をですね、皆さんにお伝えしようかなと思っています。でただいろんなことを言うと思うんですけれども、別にこれはこうやんなきゃいけないとかいうことではなくて、一応こうエビデンスに基づいてですね、こういう研究結果がありますよっていうことをただ紹介するだけなので、皆さんはもうかなり多くの方がベテランのセラピストの方だと思いますので、それはそれで全然ね、自分自身のやり方でやっていただければいいんですけれども、研究結果としてはこんなのがありますよっていう程度の参考にでもねしていただければと思っています。今日はですね、時間も1時間ぐらいなので、多くのことはお話しできませんが、主にこの4つのポイントをお話ししようかなと思っています。まず皮膚の身体心理学として、私がどうしてタッチングのような研究をしているのかっていうことを最初にお話しして、で次にオキシトシンとはとしまして、多分皆さんもオキシトシンは聞いたことある方がほとんどだと思いますけれども、そのオキシトシンの最新の研究成果なんかをちょっとお話ししようと思います。それから3番目に触覚の神経繊維。この辺はちょっとマニアックな研究なんですけれども、当然触れるっていうことは、触覚が興奮するというかですね、触覚上の出来事でもあるわけで、最近特殊な神経繊維が研究で分かってきまして、特にこう人に快を与える、ね、触れると快、気持ちよさを感じるような触覚が発見されたりしてですね、結構神経科学の領域でもホットなトピックになっているんですが、その辺の話をして、で最後に効果的な手を作るとしまして、触れる方全てに共通すると思うんですけれども、やっぱりこうちゃんと圧をかけるとかですね、ゆっくり触れるとか、そういったポイントについて最後に紹介させていただこうかなと思います。でまず現代はなぜタッチが必要かということで、これは私がよく講演で呼ばれる領域というかですね、こういった関係の方々に触れるお話をしてくださいっていうふうに呼ばれることが多いんですけれども、まずそれは例えば子育ての領域ですね。やっぱり最近は子供に触れるっていうことがあんまりなくなってしまっている。昔だったらお母さんはね、子供をおんぶ、常におんぶしながら畑仕事に出かけたりとかですね、家事をするっていうような、生活をしていたと思うんですけども、最近は外に出かけるにしてもやっぱりこうベビーカーとかですね、車に乗せるとか、そういう触れない育児の方向にどんどん流れていってるんじゃないかと思うわけです。あるいは子供が泣いたらね、昔だったら、昔って 今もそうだと思いますけども、大抵の方はちゃんと子供を抱っこしてあやしてあげるっていうふうにねするとは思いますけども、最近例えば泣き止ませアプリなんていうのが出てきてね、子供が泣いたらスマホを立ち上げてそれを見せると、もうずっとね泣き止んでくれるっていうんで、非常に重宝するとは思うんですけれども、それはそれで便利なのでね、使って悪いっていうことではないですけれども、いつもいつも子供が泣くたびにスマホっていうんですね、それだとやっぱりこう愛着の関係もうまく築けなくなっちゃうんじゃないかと思っていまして、やっぱり子育てをするときにはまずは触れるっていうことをね大事にして、親子の愛着の関係をうまく築くっていうことがね、すごく将来にとっても大事なことなんじゃないかなと思っています。あるいは医療場面とか看護領域ですね、最近の若い看護師さんは患者さんに触れられなくなっているっていうようなことをよく聞くんですけれども、やっぱりこう看護の基本っていうのは、看という字は手と目と書きますから、やっぱりこう手でちゃんと触れるとかね、目でちゃんと観察するとか、そういうのが看護の基本になると思うわけですけども、看護師さんも患者さんにうまく触れられなくなっているという現状があるようです。それから美容とかエステ業界もそうですね、確かにこう美容の専門学校とかで学ぶと、例えばこうシャンプーの仕方なんかもね、技術としてはちゃんと教えてくれてね、
技術は身につけてはいるんだけれども、じゃあ一体ちゃんと触れるってどういうことなんだ、ね、触れることの基本は全く教えてくれないで、ただ技術だけを教えてくれるもんですから、まあ、極端に言うと例えばこうお客さんを物扱いしてしまってですね、物のようにこう扱ってガーッと洗ってしまう、まあ、確かに技術はいいかもしれないけれども、それだと、ね、お客さんも、決して満足してくれないということも聞いたことがあるんですよね。ですから、まあ、その前提としてはやっぱり触れるっていうのはどういうことなんだ、どういうふうに触れると満足してくれるのかっていうようなですね、基本的なことを押さえておく必要があるんじゃないかなと思っています。で、同じことは介護領域にも言えてですね、まあ、最近の介護現場なんかを見てみても、やっぱりこう全て効率優先でね、物事が進んでいるようなんですね。ですから例えば何人の高齢者の方を何分で入浴させるかっていうようなね、言ってみればこう物扱いするというかですね、全て効率優先で介護しろと、まあ、国の方針もそういうふうになってきていますけれども、まあ、それだと、ね、介護される側も決して気持ちよくないというかですね、満足できないわけです。あるいは教育現場でもそうですね、子どもからこうセクハラとかね言われてしまうと大変なので、まあ、現場の先生方はどんどん萎縮してしまって、子どもに触れられなくなっているということもよく耳にする話です、まあ、そんなふうにですね、まあ、いろんな領域で、触れるっていうことがどんどん萎縮してしまってなくなってしまっているという現状があってですね、まあ、実際に我々大人でも、人に触れたとか触れられた経験を思い出してみると、例えば朝のラッシュアワーでですね、電車の中でキュッとね人に触れられたとかね、まあ、そういうここ気持ち悪いというかですね、気持ちよくない触れ方しかね日々体験してこないので、本当に気持ちいい触れ方っていうのがね、触れる体験っていうのがどんどんこう日常の中でも少なくなっているんじゃないかと思うんですよね。まあ、そんなことからですね、やはりこう、まあ、タッチ協会のようなところが、人に正しく触れて、気持ちよく感じると、まあ、そのタッチの基本をですね正しく伝えて、こう日本中に広げていくっていうのはすごく大事な意味を持っているんじゃないかなと思っているわけです。で、触れるっていうことはですね、先ほども少しお話ししましたが、当然こう触覚の経験なわけですね。で、その触覚というのはですね、まあ、五感の中の他の4つの感覚とは根本的に違っている特徴がいくつかあります。ですから、その特徴のおかげで実際に人に触れた時には、独特の体験が生まれてくると思うんですけども、まあ、それは何か、まあ、4つあるんですけれども、まず最初が実在感。まあ、これは簡単に言えば実在するもの、実際にそこにあるものですね。にしか触れることはできない、まあ、当たり前といえば当たり前ですけども、例えば視覚はそうじゃないんですよね。実際にないものでもバーチャルリアリティの技術でいくらでも見ることができちゃうわけですね。ですから触れるっていうのはそうじゃなくて、実際にあるものしか触れることができません。ですから人に触れるタッチングっていった場合には、こう自分は存在が認められたっていうね、その存在自体を認められたっていう感覚が湧き起こってくるわけですね。それから2番目に相互性と呼んでいるんですが、まあ、これは触れる人と触れられたものが相互に影響を与え合うということです。ですから例えば自分がペットボトルを触れたとすると、自分の手の体温はこのペットボトルの水に若干奪われて少し冷たくなっていますよね。で、逆にこの水の方は自分の体温を奪って少し暖かくなっているっていうふうにですね、お互いに必ず影響を与え合うという特徴があります。ですから人に触れた場合にも同じで、相手の肩に触れたとすると、自分の手は相手の肩に触れられているっていう体験にもなるわけで、お互いに影響を与え合うと、相互にね影響を与え合うっていう体験になるわけです。これは視覚の場合そうじゃないですよね。自分がペットボトルを見てもペットボトルは何も変わらないわけですから、こう一方方向なわけですね。で、3番目同時性、これは
時間的にですね、触れるものと触れられるものが同時にそこに存在する必要があるということです。ですから人に触れた場合には現実感、ね、現実にここで触れられている、例えば先ほど皆さん足に触ったりですねすると、あ、ここに足があったんだ、ね、改めて気づくっていうようなことがあったかと思いますけども、それはやっぱりこう触れられることで現実にね、ここにあるんだっていう感覚が生まれてくるからだと思うんですね。それからあと融合感、これはこう触れるものと触れられる対象が一時的に融合するような感覚を覚えます。だからこそ人に触れたとすると自分と相手が一時的に融合するような、一体化するような、ね、感覚が生まれてきます。例えば親が子供をギュッと抱っこするとかですね、恋人同士ハグするとかいう体験をすると、一時的にこう体が一体化したような、ね、感覚を覚えるわけです。その辺がタッチの非常にユニークな特徴で、こういう特徴を生かして、社会にですね、人間、社会の人間関係を良くしていくことができるんじゃないかって、そんなことを考えています。で、次2番目のテーマで、オキシトシンとは何かっていうことを簡単に説明したいと思います。で、まずオキシトシンはですね、どういう作用があるかということですけれども、そもそもオキシトシンという物質はですね、脳の中の視床下部というところで作られます。で、視床下部で作られると、その下にある下垂体というところからね、特に下垂体の後葉ですね、前葉と後葉とあって、後葉の方から分泌されるんですけども、その分泌されるとですね、これ大きく2つのルートに分かれます。で、1つのルートは血液中に放出されるんですね。血液中に放出されると、血液の中を通ってこれ全身にね、オキシトシンが巡っていきます。で、それがどういう作用があるかというと、この上の方ですね、末梢神経、末梢の器官に働きかけます。で、代表的なのはですね、お産の前後に、特に出産の直前に女性の視床下部でたくさんのオキシトシンが作られて、で、そのオキシトシンが血液に乗って、特に女性の子宮の表面にオキシトシンの受容体があるんですよね。で、そのオキシトシンが、子宮の受容体にくっつく、ね、鍵と鍵穴のような関係になっていますから、子宮の表面の受容体にくっつくと、子宮の表面の筋肉をギュッと収縮させるんですね。そうすると中にいる子供が外に生み出されると、そういう使われ方というか作用を持っています。ですから、人工的にこれをやる場合には、要は陣痛促進剤ですよね。計画的に産ませようとすると、陣痛促進剤を直接体内に入れて、それも同じように子宮の表面の受容体にくっつきますから、計画的に出産をすることができるということになります。で、その他にもですね、例えば心臓血管系の表面にもオキシトシンの受容体があって、で、そこにオキシトシンがくっつくと、例えばこう血圧を下げるとかですね、こう心拍を遅くするとか、そういう作用を持っています。あるいは最近の研究ですと、例えばこう筋肉を若返させるアンチエイジングの効果があるっていうような研究もね、数年前に出てきました。これは年老いたラットの筋肉の細胞にオキシトシンをかけると、実際に若返るんですよね。ですからオキシトシンは若返りの、ね、効果があるというふうにも考えられています。で、それが末梢の器官の作用ですけども、もう一つ全く別のルートがあってですね、こちらが最近になって見つかったルートなんですが、つまり下垂体の後葉から出たオキシトシンが直接脳の他の部分にこう到達するんですね。で、主に到達するのが扁桃体を中心とした社会脳と言われるような部分です。ですから社会脳ですから、人とのコミュニケーションに直接影響を与えるような作用も持っています。で、どういう作用かと言いますと、例えば子どもの場合には親との愛着を作る、形成するとかですね、あるいは大人の場合でも、恋人同士の絆を深めるとかですね、信頼関係を深めるとか、親密な関係を築くとか、そういう作用として知られています。